たくさん中学生がいる中で、まあ、どうやって差別化を図っていくのか。差別化とかどうでもいい。シュウ君の質問に対してほぼ回答が出てこないっていう、うん、会話がミートしてない状態が起こってるんですね、うん、仕事とかでもそういう人っているんだけど、一番厄介なんで。じゃあ最後の相談をお願いします。2つ目のお悩みとして、まあ、たくさん中学生がいる中で、まあ、どうやって差別化を図っていくのかというところが知りたいなというふうに思います。具体的に今土屋さんの他の人と違うなっていうところとかってありますか？友達とかと話していると情熱だけはあるっていうふうに言われている言われることが多く多いんですけども、まあ、それがいいのかなっていうふうに思います。どういう情熱ですか？授業とかで地域に対して、まあ、パワーポイントを、まあ、するっていうのがあるんですけども、うん、この地域には価値があるんだとか、手振りとかを使うことが多いなというふうに思っていて、パワーポイント内容もそうですけれども、みんなを注目させるとか、そういったところがあるのかなというふうに思います。うん、面接でも、グループディスカッションでも、他の就活生と同じことをやりたくないなというふうに思っていて、うん、この人はちょっと支援が違うなって思われたい。採用されなくなるんですよ。絶対そうだ。僕裁判を受けた時とか落ちたんですけど、気をてらったりとかイノベーションを起こそうとしすぎると、ね、逆の立場だと採用したくないんですよね。その大きい企業でいらんことやらないけどって思うじゃないですか。目的を見誤るって仕事において一番やっちゃいけないことで、うん、差別化とか独創的なことって目的を達成するために結果そうなったり必要条件だったりするだけで、面接だったら自分の本来の人間性を伝えて企業と会うかどうかを話す場所じゃん。それが目的なのに、そこで差別化とかどうでもいいので、それが目的になっちゃうと何してんのってなって、仕事とかでもそういう人っているんだけど、一番厄介なんだよ。それが目的に沿ってたらめちゃめちゃいいよ。ゴールに向かってすごいトリッキーなドリブルするならいいけど、全く関係ないところでトリッキーなドリブルしてても何やっちゃってんのって感じ。そう、だからあくまで目的を見失わないっていうこととか大事だ。グループディスカッションだったらなんかディスカッションして結論を出すわけでしょ、はい、そのために自分ができる最大限のことをやるっていうのが大事で、トリッキーなことをやり始めたらめっちゃ邪魔じゃん。そうですね。そう、ちなみにどう思われたいとか他にありますか？まあ、グループワークとかで言うならば、あまり発言していない人に待ったりだとか、あなたはこう思うんですけど私はこう思いますよっていう一つの意見にこう集中していたところを違う意見に持っていけば大きくなるかもしれないのかなっていうふうに思っています。持っていったらどう？周りの就活生と共感しつつ最終的な結論を変えていけるような人間になれば視点が違うなって思うのかなっていうふうに思います。今井さんどうです？伝えたつもりになって伝わってないことってなんか実は多そうだなって。なぜかというと、シュウ君の質問に対してほぼ回答が出てこないっていう、うん、会話がミートしてない状態が起こってるんですね、うん、そうするといいエピソードを持っていても相手に伝わっていないので、それは差別化とかそういったものの前に自分の強みや思われたい理想が相手に伝わっていないということが起こってしまうんですね、うんうん、なので質問された言葉の一番語尾とかに集中をして、なんて質問をされたの、ここにはどういう回答をするのが一番正しいんだろう、うん、でまず最初に回答を持ってきて、その後に理由を説明するっていう、この癖をつけるっていうことを意識すると、うん、そんな大それたエピソードじゃなくても伝わることで相手に魅力を感じていただけるってことがあると思うので、うん、伝え方の訓練が重要かなって気がしました。そうですね、ありがとうございます。どうやったら認識できるんですかね、外から見られてる自分と自分が見ている自分の齟齬があるから、ヒットする時もあるけど三振の時もめっちゃ多いだろうなっていう、今後の就職活動において、はい、もしくは社会に出てからもあるなとは思うんですけど、うん、今 PS を提出させていただいたんですけども、うん、実際にこう話してみて違うなっていうところって一番感じるのは、正直多分強みは真面目に実直に一生懸命継続して頑張れるっていう、はい、とこだと思うんだよね。語弊あるかもしれないけど、それこそ不動産屋の営業とかにそうな、難しいことをあんま考えないけど数字上げてくるみたいな、でもめちゃくちゃそういうやつってめちゃめちゃ求められてる市場はあって、そういう人なんだなっていうのが全く分かんない。なんか難しいこと言って頭使うのが好きな人なのかなって思うと、そのズレはあるよね。それのなんか今井さんもおっしゃられたんですけど、質問に対して結論が先に出てこないっていうのがあって、迷いながら最後に結論を言ってしまうっていうのが多い印象ですね。
エントリーシートも会話も自分に自信がないのか付け足したがってる感じがすごい出て、うん、削った方が研ぎ澄まされますよね。何を伝えたいのかっていうと、うん、そうですね。おすすめのゲームがあって、入っていっちゃいけないゲーム。会話の中で日常的に入っていっちゃうじゃないですか。だけど、なんとなく会話の中で入って通り過ぎちゃうことって結構あるんですけど、うん、入っていっちゃいけないっていう風にした瞬間に、なんて返すのが適切なんだろう。そうでしたかとか、そうなんですねとかって頭をフル回転するんですよ、うん。そういう練習をすると、質問に対して回答を答えるっていう訓練になるので、友人ともできると思うので、入っていっちゃいけないゲームやってるっていいかもしれないです。ぜひやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。早い軽いな。ちなみに、富山さんを就活してた時に、他の就活生と差別化図ろうと思ったりしましたか？してなかったね。僕はこう、就活生の方に対してお悩み相談してる身としてなんか申し訳ないけど、本当ありのまましか話してなくて、はい、サンプル受けてて、第一志望ですかって言われて、あ、第一志望じゃないですね、とか、酒飲めますかって、いや、ちょっと苦手です、とかも、全部正直に答えて、まあ、全部ありのままさらけ出して、でも取ってくれる会社の方が、まあ、将来的に自分が幸せだろうな、と思ってたんで、そうしてました。ということで、今回の悩みの他の就活生との差別化を図るためにどうすればいいかっていう問いに関してはしなくてよいというところでありのままの瀬谷さんでやってほしいなと思います。本日のまとめとして今日学んだことを一言でメッセージに書いていただければなと思います。はい、自分らしさです。まあ、ES にもあったんですけれども、ただこうパワーワードを並べるだけではなくて、自分らしさを前面に出していけばもっとマッチできる企業はあるのかなというふうに思います。僕は話してみて、あと ES 論で思ったのは、どんなことでもとにかく夢中になってずっとできる人なんだなと思って、何でも一生懸命に続けてそれなりの実力をつけられる人だと思って、それ超強いことで、ブログを書き続けるでも、それがある限りどの仕事行ってもそれなりに力ついてそれなりの人にはなると思うんで、まあ、そこをアピールして頑張ってほしいなと思います。下割らなければ喋ってないの、うん、一緒ぐらいに思って、はい、不安だからといって付け足すのではなくて、ちゃんと伝えたいと言葉にそぎ落としていって削って削って、まあ、自分の言葉に磨きをかけていただければと思います。ありがとうございます。ということで、本日は皆さん貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうでしたか？もっと緊張感のあるところかなというふうに思ってたんですけども、なんか、わきあいあいと、自分の悩みを相談できることができたので、良かったなと思います。ね、みんな優しかったですよね。そうです。ね、いい形で納得いく形で就活を終えれるのを願ってます。はい、ありがとうございます。はい、また進捗を教えてください。ありがとうございました。ありがとうございました。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や、面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。